もう大体これ正月とか来たらこのカツ王子の文字のところに絶対このだるまさんが挟まってるんで、ましたこれよりイーさんに寄せてみましたけど、ここがだるまのすごい場所です。だるま集合地帯ということで、ぜひですねこのカツ王子何しに来てるんかっていうと、このだるまに会いに来てるという、こんだけだるま見れるとこもないでしょ。まあ、すごいのがあって、たまにわーっとこれ動員かかってますね。だるまの大動員でございます。すごいですよこれ。うわ、これなかなか友達がいないっていうふうにね。Psychedelic party es buena sensación. Psychedelic party, eso sí es el soul. Psychedelic party, toda confusión. Psychedelic party, es alucinación. はい、どうも、ジャガンさんです。寺巡りってめっちゃ気持ちいい。まあ、寺とかですね、巡った時ほんまに気持ちいいんですけれども、バースデイボーイカンサバ第2弾をお届けしますけれども、2020年12月14日、誕生日を迎えました。なんと、52ということで、いい年になってまいりましたけども、そこで行ったのが、実家のある箕面市なんですけども、前回は箕面の滝に行ったんですけども、今回そのままですよ。勝王子と、勝ち運の寺ということで、勝ちだるまで有名で、まあ、行くたんびにこう波動が上がっていくというか、子供の頃から行ってましたので、その勝王子のね、模様をね、見ていただきたいなと思います。皆さんぜひですね、訪れていただいて、だるまと戯れて、元気になってもらいたいなと思います。それでは参りましょう。Let's go to 勝王子テンポムースワー。はい、ちょっと滝を出まして、いつものとこにやってきましたけど、勝王子にやってきましたけど、残念なのが、この勝王子の文字の中に、だるまが一個も挟まり込んでないよ。これやっぱり挟まり込んでないと嫌なんで、ちょっと挟みたいと思います。はい、ということでこれ勝ちだるまなんですけども、大体これ正月とか来たらこの勝王子の文字のところに絶対このだるまさんが挟まってるんで、僕もはめていこうと思います。寺のところこの辺とかにかだるまくんをね、ピローンとほらこういう風に入るようにやってますから、わかります？これでペロッと入りました。で、今から勝王子の方に入っていきたいと思います。はい、ということで勝王子さんやってきました。で、マスクをはめろって言うんで、マスクもサングラスもかけたらもはや誰かわからないっていう、まあ、わかるか。で、ちょっと今曇ってきたんですけど、ちょっと回りたいなと思います。はい、やってきました。だるまがこう迎えてくれます。勝ちだるまの寺ということで最高でございますけど、子供の頃から来てる勝王子さん入っていきたいなと思います。はい、邪魔します。おー、いい景色ですね。素晴らしい。で、この途中にものすごいだるまがいっぱいいるので、そちらの方を見に行きたいなというふうに思います。はい、こう上がっていきたいと思いますけど、ここ上がっていったところにだるまさんの集団がいますから、それがまあ一つの見どころというか。で、僕はいつもそこの階段が大好きで、そこでよく写真を撮ります。で、まあ今日は完全に12月の土平日なんで、お姉さんたちはいません。普通笹とかを買うとここに勝ちだるまとかをつけてくれるというね、起きて転んでまた起きて勝ちだるまみたいなね、ここの景色が好きでございます。僕はつるーっとこんな感じでございます。はい、ということで登ってまいりました勝王子でございますけど、この特徴はどこに行ってもこのだるまがいっぱいいるという。まあでもこれぐらいで驚いちゃダメですよ。今から超絶カツオジといえば
だるまだらけのところ行きますんで、あ、皆さん申し遅れました、カンサマーでございます。イーさんじゃありませんよね。このサングラスとマスクでラファエルさんのマネージャーのイーさんってなってますけど、カツオジはマスクをつけないと入れないというふうになってるんで、皆さんちゃんとこうなんていうの、対策して、感染対策してカツオジに来ましょう。ではダルマゾーンにムボン。はい、言ってました。これよりイーさんに寄せてみましたけど、ここがダルマのすごい場所です。ダルマ集合地帯ということでね、行ってみたいなと思いますけど、すごいでしょこれね。ここが勝ちダルマのポイントでございまして、皆さんもしね今後また疲れるようなことがあれば、このダルマを見てね癒されてください。もうダルマ集合地帯ということで、これね僕にはマスクさせといて、ダルマはこうマスクしてませんからね、大丈夫ですか、こんだけ密になっちゃって。僕はもう完全フル装備ですよ。この髪の毛もこうフードかぶってますし、それからもうサングラスで隠してますし、目もね、そして口も完全にこれを覆って、もう完全に対策してますけど、もうこれだるまさんたちはもうすごい仲良く、はい、いっぱいいますよ。はい、これが勝王子の究極のだるまゾーンでございます。ぜひですね、この勝王子何しに来てるんかっていうと、このだるまに会いに来てるという。こんだけだるま見れるとこもないでしょ。まあ、すごいのがあって、たまにこれね、メガテンの人もおれば、真っ黒なやつもいるんですよ、これ。見てください、これ。もう全部塗られてますし、それからこの彼なんかはもう、テーンってなってますから、この真っ黒、これ全部塗りつぶされてますからね。塩梅のいい、あの、だるまから、いろんなだるまがね、ちょっといまして、ほんまにこれね、個性が出るなと思いますね。だるまはだるまで、癖が、強いというか、はい、結構な頻度でいるのはこの真っ黒、目ん玉塗りつぶされてるだるまね、すごいなと思いますけど、サングラスもしてこれね、マスクもすると非常に喋りにくいですけども、だるまゾーンからカン様がお届けしました。はい、これまただるまさんだけの次ね行こうかなと思いますけど、すごいですよこれ、ものすごいだるまのオンパレード、いろんな顔がいますからね。はい、もう塗りつぶされてる人もいればね、それから点になってる人もいればね、小さい子から大きい子まで、この勝ちだるまのところでございまして、普段は本当にむちゃくちゃ混むんですけども、こういうご時世なんで空いててゆっくり見ることができます。すごいでしょこれ、こんだけだるまがいるって。すごいです、勝ちだるま納めどころですから。勝ちだるまはあれこれいろいろとお願いするのではなく、ただ一つのお願い事に対してあなた自身が直接目を入れる大切なお守りです。あ、直接目を入れるね、だからか。願いが叶い、両目の入った勝ちだるまはまず最初に荒神堂に続いて本堂において、知らず知らずのうちに目に見えないところをお守りいただきありがとうございましたとお礼してから、この場所に納めに来てください、ご先祖様や周りの方に感謝してから、一つの願い事を終えないと次の願い事はしてはいけないのです。これすごいですよ。己に勝つこととは、己の弱さに勝つこと、この気持ちの我が勝ちだるまなのです。すごいありがたいですね。はい、ここなんですけど、88箇所を回るってことで、一気に回ってみたいなというふうに思います。はい、ここ一気にこうお遍路さんってあるじゃないですか、空海の四国88箇所、これ一気にここで回れるってやつです。やっていきたいなと思います。こういう感じで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、こんな感じでね、いますよ、いますね。今11まで来ました。で12、13、14、
ぱいいますよ。はい、いっぱいいます。まだまだ続きますよ。17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29。うわー、まだまだいっぱいいますよ。これぐわーっとね、できます。30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44。これやっと半分ですよ。これ見てる人しんどくないですか。これ飽きてくるよね。でもちょっと一応取っとこうか。はい、45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60。はい、もうちょっとですよ。これ60まで来ました。でもこれ四国を本当88カ所巡る人ってすごくないですか。はい、残りちょっとね、今60まで来たけど頑張りたいと思います。じゃあ行きます。66 67 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74。ちょ、画面が見られてね。まだこれもうちょっといますよ。もうちょっとですよ。76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88。はい、終わりました。88ありがとうございます。ということで88箇所無事に回ることができましたけど、これ本当にね、四国で全部やる人はすごいなと思いましたけど、こう一気にね、小さい神様がいて回ることができました。今からこちらの方の本堂の方に回りたいと思います。その奥に鐘もあるので、今日は混んでないと思うんで鐘も鳴らして、そしてもう腹減ったんで長く見たいなと思います。戦中かな、多分戦中一家も。はい、ということで今から祈りたいと思います。だるまが購入できるわけですけど、小さいだるまが2000円ございまして、あとは真ん中が7000円、上のやつが1万5000円ですね。 でかいやつだと5万7万10万20万っていうのもあります。はい、こちらなんですけども、一番右から5万円、そして7万円、10万円、これは20万ですから、すごいですね。このだるまが皆さん自分で目を入れて一つの願い事を願うということです。今ね、この鐘をつきに来たんですけど、びっくりしたのがものすごいいます。むちゃくちゃ見つってるやん君ら。すごいやん、これものすごいいますよ。うわーっと、これ動員かかってますね。だるまの大動員でございます。すごいですよ、これ。うわ、これなかなか友達がいないっていうふうに悩んだ時に、これだけいますよっていうことをイメージしたらいいんじゃないですか。たまに違うやつがおるからね。どっから負けてきてんこいつ。どっから来たんこれ。全然違うだるまがたまりますけど、すごくないですかこれ。ぐわーっとこんだけおるんですよ。もう一回ここが。ルル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 ル。すごいね、これ。これぞまさしくだるまの大集団ですよ。はい、ここでショックなお知らせでございます。カツオ神来た時の一番の行事というか楽しみの一つなんですけど、それはこの鐘をつくっていうことなんですけど、コロナウイルスのさなか感染対策として鐘は残念ながらつけません。
はい、ということでまた次回着きたいと思いますけど、だから悔しかったのかな、みんな代わりにだるまを置いていっておりますけど、次皆さんね、活動時に来たらぜひ鐘を一緒に着きましょう。あの鐘を着くのはあなたってやつやな、これ。今日は疲れへんよ。ええー、とこうまいこと言ったやろ。はい、こう戦中に来ましたけど、このジャンボカレーむっちゃ懐かしくて食いたいなと思ったんですけど、5時で終わりですって。でこのね、インディアンピラフってむっちゃうまかったね。こう作りできません、こういうやつ激うまやねんて。これがね、千里中央のね、僕の好きな店ですけども、この湯豆腐が280円、これやばいです。サービスセットも生中2杯、カツオたたき、コロッケ2個、本日の前菜、これで1000円ですから、安い。これ1000円ベロですよ。しかもハイボールが39円ですから。でも5時までですからね、もう終わりです。ハマチが180円。はい、どうも菅様です。このカツオジの代わりにやっていたのはわらじ屋さんということで、泉州の本当にね、駅乗り込むすぐ近くなんですけど、子供の頃に親父によく連れてきてもらって、むっちゃうまいんで、まあ、今食ったら分からへんよ。でも当時うまいなと思ったんで、久々に行きたいなと思います。はい、こうちょうどうまい感じで焼いてますね。うまそうです。久々にやってまいりました、わらじ屋さんでございます。お、入れてくれるかな。来ましたけど、たこ焼き、わらじ屋来ました。ちょっと待って、いただきたいと思います。あ、こうまっ、うまいな。はい、ということで、もう一個食っちゃったんですけど、気にせずに行きます。この感じでありますけども、ここに今日はね、ちょっと塩がこうないっていうことなんで、ソースかけて、だしとかね、塩で食うのも好きなんですけど、ソースで。おぉ、むちゃくちゃうまい、むちゃくちゃうまいです。うん、うまい。これは焼きたてで、昔ね、うちの親父がよくね、持ち帰りで持って帰ってくれました。で、なんか電話があって、飲み会の帰り、今日は まだ起きてるかみたいな探りの電話があるから大体わかるんですよ。もしかしてたこ焼きみたいな。で、飲みの帰りに、うちの親父効率的なんで、あれなんですよ、予約しといて、最後こうギリギリに買って、で、それでピュッと線中から車でピュッと飛ばしたら10分ぐらいで帰ってこれるんで、で、電話かかってくるんですよね。で、ケースに入ってたやつで、持ち帰りなんですけど、まだ熱々で、むっちゃうまかったのを覚えてます。で、いつも親父が買ってくれるあの本間の店連れてくれやって言って、1年か2年経って初めて来た時は感動しましたね。あれやっていう感じで、いただきます。うまっ、うまいな。これはほんま、千里中央駅前、わらじ屋さんです。電車乗る前にサクッと、電車乗らへん人、わざわざ来たらええねん、それは。うまっ、うん、で、夕方からですけど、ルービー、たこ焼きでルービーベストセレクション、うまい。はい、ということで、もうね、10個頼んだんですけど、残り5個になってしまって、まあ、こういう時で寂しい気分になるよね。もうちょっと食いたいみたいな。でも今日は他の店も行くんで、ここだけで腹膨れ騙したらダメやということで、まあちょっと今更なんですけど、ここ食った後なんですけど、何もつけずに食べる、坊主で食ったらどうなのかっていうね、話ですけど、食ってみたいと思います。うん、うまいですね。坊主で食ってもうまいけど、やっぱりこれ塩とか塩ラー油とかで食ってみたいなと思いますけど、うまい。これでもたこ焼きって
何や猫舌のやつはどうなの、ね、僕はあの猫舌の逆の猿舌ってやつで熱いやつガンガンいけるんですけど、これもたこ焼きとルービーでマジ合うよな、うまい。じゃあちょっとこれ次はやっぱこれあっさりしてるんでソースをかけたいと思います。ペロートソースかけて、何回も言うけど俺の好きな食い方はほんまはだしですよ。だしとかあとはね塩とか塩ラー油とか好きなんですけど、まあ、ちょっとカツオもかけてみようか、うん、で食ってみたいと思います。残り4個やでどうする、ほんまにおかわりする、製品次行くからな、どうする、みんなでどうする、ここでめっちゃうまいからもう一皿食って朝の飯食えない道を選ぶか、それともこれ我慢して次の店に行くのか、皆さんならどっち、コメント欄待ってます。感想もフォローしよう、行くで。これもだいぶもうちょっと冷えてきたから一口でいくわ、たこ焼きを一口でグッといくわ。うん、まいうまいわ、ぜひ来てください、わらじ屋さん。はい、いかがだったでしょうか。ということで、勝ち運の寺行ってきたわけなんですけれども、まあ、すごいいいのがですね、箕面っていうのは、箕面の駅まで電車で行って歩いて上がることもできますしね、箕面の滝、それからもっと上がって勝王寺、で、これだいぶかかりますけども、ヘロヘロになって歩いて帰ってきて、ちょうど夕方ね、今冬寒いですから、昼ぐらいから登って、夕方の5時ぐらいまでヘロヘロになって帰ってきて、そこからですよ、箕面温泉スパーガーデン、なんと5時以降に入りますと770円、でそこから税金いろいろ入りますけど900いくらなんで1000円以下で楽しめますし、で9時までレストランも空いてますし、まあ、閉館が23時45分なんで、まあ行ったらいいと思うんですけど、チェックしました、なんか漫画コーナーみたいなのがあって、そこにヨギボーもどきみたいなのが置いて、もうダメになりながら横たわりながら漫画読めるんですけど、僕の大好きな島耕作シリーズもあったんで、あれ読破するのもいいかなと思っております。ということでね、また皆さん箕面のウォーキング、そして滝勝王寺行ってみませんか、ということでバースデーボーイ菅様がお届けしました。プレゼントメッセージ受け付けております。ということで、僕のページが気に入った方はぜひですね、チャンネル登録、そして高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた菅様と会う日まで、アディオース。